あーちゃんとあそぼー。どうもありがとう、とっても嬉しいわ。私は歌遊びのお姉さん、いちごクラブのあーちゃんです。今日も仲良く一緒に遊んでいきましょう。さて、季節は絵本をたくさん読みたくなるなる読書の秋です。ということで、あーちゃんと親子で遊ぼう20回を記念いたしまして、参加型紙芝居をお届けしたいと思います。お話はこちら。じゃん、どんぐりは誰の家です。みんなはお散歩や遊んだりしていたら、どんぐりを見つけたり拾ったりしたことはありますか？このお話は、元気な男の子いっくんがお散歩をしていると、どんぐりを発見します。そのどんぐりを拾うと、なんとドアがついていたんです。そのドアをタンタンタンとノックをすると、中からガチャリ、おっと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 。この続きはお話が始まってからの楽しみ楽しみ。みんなもノックをするところ、タンタンタンが出てきたら、一緒にタンタンタンドアをノックしてください。練習しますよ。せーの、タンタンタン。上手上手。もう一度。せーの、タンタンタン。バッチリです。そして、お話の途中で誰かが困ってしまいます。その時は力を貸してくださいね。それでは、お話の始まり始まり。どんぐりは誰の家？お散歩お散歩楽しいな。何か発見できるかな。今日も元気ないっくんです。あ、どんぐり発見。なんとなんと、びっくり仰天、ドアがついています。ノックしてみよう。みんなも一緒に、せーの、トン。はい、どうぞ。中から返事がありました。キー、カチャリとドアが開くと、なんとどんぐりの中でどんぐりを食べながらリスさんがティータイムをしていました。このどんぐりはリスさんのお家。お邪魔しました。またどうぞ。あ、今度は帽子をかぶってるどんぐり発見。とってもとても小さなドアがついています。ノックしてみよう。みんなも一緒に、せーの、トントントン。はい、どうぞ。またまた中から返事がありました。ガサガサ、ゴスゴス、キー、ガチャリとドアが開くと、そこにはチョコレートにビスケットにペロペロキャンディ、お菓子がいっぱい。ここは甘いもの大好きアリさんのお家。いっぱいあるから持ってって、上の屋根から持ってってとアリさんが言うと、どんぐり帽子がパカッと開きました。ありがとう、お邪魔しました。またどうぞ。あ、今度は細長いどんぐり発見。こちらは長い長いドアがついています。ノックしてみよう。みんなも一緒に、せーの、トントントン。
中から返事はあったけど、なんだかちょっと小さいような。キーカチャリとドアが開くと、緑の棒が並んでいます。なんだろう、なんだろう、これはなんだろう。すると上から、こっちよ、こっち、上の窓から、こんにちは。上を見上げてみると、そこにはコスモスさんがきれいに咲いていました。ここはコスモスさんのお家。お邪魔しました。またどうぞ。今度は丸いどんぐり発見。誰がいるかな。ドキドキワクワク、ノックしてみよう。みんなも一緒に、せーの、トントントン。はい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 、はい、どうぞ。キーガチャリとドアが開くと、そこにはなんとおじいさん、長いおひげのおじいさん。ここはおじいさんのお家。いらっしゃいいらっしゃい、中へどうぞ。とおじいさん、どんぐりの中に入れるなんて夢みたい。お邪魔します。何があるかな、何があるかな。いくんはドキドキにワクワクです。しかし、どんぐりの中には何もありません。時計もソファーもありません。あったのは青色の座布団1枚。何もないね、おじいさん。するとおじいさんが、いいんじゃいいんじゃ、これでいいんじゃよ。だってわしはこれで運動をしとるからの。そう言うとおじいさんは走り始めました。するとどんぐりはコロコロ転がっていきます。どんぐりコロコロ、どんぐりコロコロ、どんぐりコロコロ、どんぐりコロコロ。あらあら、おやおや、まあ大変。このまま行くとお池にはまってしまいます。あ、大丈夫大丈夫、そんな時は反対に走るぞ。そう言いながら反対に向かって走り始めました。いっくんも一緒に走ります。ロコロコリグンド、ロコロコリグンド。うやうや、あんまり進まない。みんなのパワーを送ってちょうだい。一緒にロコロコリグンド、ロコロコリグンドと言ってちょうだい。行くぞ、せーの、ロコロコリグンド、ロコロコリグンド。もう一度、せーの、ロコロコリグンド、ロコロコリグンド。力を振り絞って、もう一度、せーの、ロコロコリグンド、ロコロコリグンド。セーフじゃあセーフ、ありがとうありがとう、わっはっは。なんだかおかしくなってきた、なんだか楽しくなってきた、わっはわっはの、わっはっは。いっくんも怖かったけど、つられて一緒に、わっはわっはのわっはっは、わっはわっはのわっはっは、わっはわっはのわっはっは。すると、トントントンとノックが聞こえてきました。おじいさんといっくんは
返事をします。はーい。キーン、ガチャリとドアが開くと、そこには可愛い女の子。このどんぐりは誰の家？おしまい。お話はどうだったかな？一緒にトントントンとノックをしてくれたり、力を貸してくれたり、ありがとう。とっても嬉しかったです。みんなが見つけたどんぐりももしかしたら誰かのお家かもしれませんよ。誰かな？それではまた会う日まで、ごきげんよう。バイバイ。